お母さん、最近忙しくて連絡を忘れてしまってごめん。今は獣医の仲間とチームを組んで短編映画を撮ってる。昨日と今日は現場のセッティング、いよいよ明日から撮影開始だ。でも俺の役割が演出助手だから、いろんなアイディアを出さなきゃいけない。この前カット割りについて考えがあって、でもその時恥ずかしくて言えなかった。お母さんだったらきっと大丈夫、自信を持って前に進めって言ってくれると思う。よし、決めた。先生に叱られるかもしれないが、ちゃんと話し合うことにする。今このビデオをご覧いただいている方々が、もし映画やドラマに興味があったら、ぜひ日本映画大学の生活を体験してください。